こんばんは。こんばんは。はい、乃木坂46の猫舌ショールーム乃木坂ニャンバーワンが始まりました。わーい、わーい。水曜日は私たち乃木坂46がお送りします。はい、今日のお相手は柴田優奈と筒井あゆめです。よろしくお願いします。お願いしますこの番組は乃木坂46のメンバーが毎週いろんなテーマのナンバーワンを超個人的に発表していこうという番組で、猫舌ショールームにちなんでニャンバーワンとなってます。はい、初めてショールームをご覧になっている方はまず無料のアカウント登録をお願いします。はい、ということでこれから2時間お楽しみください。お願いします。お願いします。さあ早速最初の企画はもぐもぐタイム。やったーやったー。この時間は猫舌ショールームの名物コーナーもぐもぐタイムをお届けしちゃいます。嬉しい嬉しい。今日私たちがいただくのはラフランスなんとかって言ってました。これ私超好きだと思うね。よくあなたさ果物大好きじゃん。うん、大好き。ラフランスパフェです。やったー。です。ラフランス大好き大好き大好き。時期だよね今ね。いただきましょう。あ、嬉しい。こんばんは。フルーツ。あ、さらっとツインテールだって。あ、そう、やんないからいつもね。猫舌とかね、なんかそうね、ちょっとね、できるよね。挑戦しちゃった。かわいい。急に来て急にツインテールするからどうしたのかと思ったそう、急に来て急にツインテールして、ね、いただきましょう。いただきます。おいしそう。何から。そっちから行こう。ラフランスなんだ。美味しそう。ね、久しぶりじゃない？え、猫舌自体久々。猫舌も久々。猫舌のさ、レギュラーでしょ。猫舌の女だったのに、うん、いつからか変わって、ね。いただきます。いただきます。うん。あ、美味しい。うん、シャキシャキしてるね。うん、うん、うん、ね、あったのもさ、うん、いや、あったんだけどさ、みんな食べるの久しぶり。うん、最近いつだったっけ。アンダラクテくれた。あ、え、その時。うん、じゃあめちゃめちゃちゃんとさ、ごめん、対面する。ミニライブがあった。ミニライブ、配信ライブ。あー、はいはいはい。あの時あったよね。あ、でもそうだね、机も全然遠かったからさ、ね、喋るの久々ぐらいな感じ。喋るの久々。うん、確かに。いつぶり最後に喋ったのちょっと違うか。なんかちゃんとさ、よいかにさ、ずっとさ、そう、アンダラ別々だったよね。からさ、お疲れ。アンダラお疲れ。ありがとう来てくれて。いや、え、ツアーでしょ。だってそう、ツアー1ヶ月すごいねしてたの。ありがとうございます。楽しかった。楽しかったよ。いろんなとこ行って美味しいものも食べて。わー、どこ行ったんだっけ。ね、北海道。北海道いいな。名古屋、福岡。わー待って、もう一個行った。福岡、名古屋、大阪、うん、北海道。もう上から下まで。うん、本当に夏さ、ツアーで行けなかったからさ、福岡とか、うん、確かにね。いいな、北海道。めっちゃ今北海道行きたくて。なんで、寒いよね。ご飯食べたい、美味しいやつ。何食べたいの。海鮮。うん、海鮮。何が好き。カニとか。何でも好き。へえ、北海道に海鮮食べに行くってさ、贅沢だよね。うん、ね、やってみたい。やりたい。イクラ好きなんだよね。うん、好き好き。おいしい。うん、うまー。うまいね。うまー。うん、制服変わったねって。え？最近だけ買ったの。まだ3回目ぐらいなんだけど着るの。本当？うん。リボンタイプとネクタイ。ネクタイ。ちょうど別々だ。ね。
ネクタイなの珍しいよね私。そうだっけなんかリボンの方が多かったから嬉しい。あ、本当？なんだろう、お姉さん、お姉さんなのかな。お姉さんなのかもね、気づいたら。そういう分け方かな今回。どうだろう、うん、確かに時と場合によるような分け方、うん、うまーうまーい。下も美味しい。本当？何下？わかんない。クリーム、クリーム、うん、お腹すいた。しおりさんリボンだって。しおりさん、久保さんのこと。そうそうそう、うーん。しおりさんって来たから、しおりさんって呼んでね、初めて聞いた。じゃあお姉さんとかじゃないのかもね。うん、かもね。なんだろう、うん、美味しいね。な、本当だ、なんだろう、クリームだね。うん、うん、美味しい。しみる、幸せ。こんばんは。うーん、果物何が一番好きなんだ、今私も決められない。なんだろうな、私は梨だよ。梨大好き、うん、大好き。マンゴーと梨かな。わー、マンゴーいいな、うん、そんな食べないな。でも食べないよね、食べる機会ないよね、うん、マンゴーって売ってないよねあんまり。 ね、マンゴー味とか惹かれちゃう。あー、わかる。フルーツ全部大好き。全部大好き。マスカットも好きだな。あー、王道ね。うん、マスカットもね、あったら、ね、テンション上がるよ ね、 ね。夜ご飯食べた？夜ご飯？うん、私お昼ご飯食べてないんだよね。お昼？お昼から食べてないんだよ。なんで？忙しかったと。うん、なんかなかった。うん、食べる時間。うん、完食できるよこれ。うん、お腹すいたね。ね、今日焼き芋買ったの。どこで？スーパーで。うん、なんかさ、毎日さ、夏も多分あるんだけど、うん、なんか最近焼き芋が美味しそうに見えてくる時期じゃん。そうね。そう、それで今日前通った時に、うん、あ、買おうと思ってそれお昼食べた。ヘルシー。うん、何食べてんのいつも。そう思う私もね。なんかさ、家で何食べるのって聞かれてもさ、うん、なんか思い出せないというか、何食べてんだろうと思ってね。なんかよく聞かれるんだよね最近。何食べてる？自炊するのだって。本当にしなくて。だよね、私もしないもん。いや、しないよね。うん、なんかあのね、スープとかをね、作ろうとか思うんだけど、お味噌汁とか、うん、なんかインスタントのさ、お湯入れたらできるやつたくさんもらったりするじゃん、うん、だからたくさんあるから、なんか作んなくていいやってなっちゃうしさ。わかる。でも最近おじや作った。えらい。おじやってお米？うん、お米食べたかったの、ただ何味？何味なの？おじやって醤油とか、あの卵と醤油みたいな。あ、もうおかゆみたいな。そう、おかゆのちょっと味ついてるおかゆみたいな。本当に全然火をつけたの、うん、いつぶり、いつだろうぐらい。ね、本当だよね。で、何食べてんの家で？家で、うん、ヨーグルト。うん、わかる。お菓子。うん、チョコ。うん、ご飯食べてね。ね、でもね、やっぱ仕事行くとさ、うん、お弁当あるからさ。そうそう、ほんと、うん、そこで済ませちゃうんだ。そうそうそう、別に家で食べる機会ないよね。そうなんだよね。と思うと、何食べてんだろうね。うん、いいじゃん別に。最近めっちゃおでん食べる。コンビニの？コンビニの。
おでん食べてないな今年まだ。食べな、もうおでんだよ、ね、おでん食べたい、ね、何が好き？はんぺん、白いやつ。そう好き好き、はんぺんと大根が好きなの。あー私大根ね買わないんだよね。なんで？なんでだろうね、別に。なんか食べた気がしなくない？え、大根お腹にたまるよ。嘘、さーってなんか、うん、噛んだら。何が好きなの？私はちくわ。うん、ちくわぶの方も好きだし、うん、ちくわいいね、あと卵かな。うん、卵結構煮られちゃってるじゃん。でも、うん、硬い、硬めの。あ、柔らかい方がいい。うん、あ、そうなんだ。硬めも好き。うん、全然好き。そうなの。ちくわぶお鍋食べたい。うん、めっちゃお鍋だね。ね、お鍋パーティーしたい。あ、いいね。うん、鍋パー。何鍋が好き？なんかいつもキムチになっちゃうから。食べないな、キムチ鍋。食べたことないかも。え、いや、ないは嘘かもしれないけどさすがに。だからキムチじゃないのを食べたい。キムチ鍋食べないね。何があの鍋の種類って。今めっちゃあるよね。わかんない。スーパー行ってみ。いや、あれか、ちっちゃいさ、一人用のとかもできるやつ。あ、それもあるし、普通に元があんのか、この4人前の、うん、あれもザーってね、壁一面にね、いろんな買ったことない。鍋さ、ポン酢とかで食べるとさ、なんか味付けしなくても。え、ポン酢で食べるの？うん、え、何で食べるの？え、もうさ、その味付いてんじゃん。味付いてないの。だから自分で鍋作る時も出汁で野菜とかを茹でて、うん、入れないんだ。入れないみたいだね。入れてみ入れてみようかな、うん、鍋入れたらもう、そう、味しない、味しないは嘘だけど、そう、なんか味付いてない鍋食べてて、美味しいよ今。確かに。なんか明太子とか。明太子好きだよね。やばい、何それ。明太子なんちゃらとか。気になる、気になる。いいな、柚子胡椒大好き。急に。うん、柚子胡椒鍋できた。柚子胡椒好き。柚子胡椒って鍋あんの？柚子胡椒鍋。さすがに見たことないか。うん。おでんはつける柚子胡椒。うん。名古屋なんで味噌なんだよね。え、そっか。そうで、東京に来て初めてつけて、柚子胡椒とかからしを、うん、だからどれもね、うん、いく。いいな、味噌か、うん、コンビニでさ、味噌と柚子胡椒どっちにしますかって聞かれてさ、うん、味噌をつける文化なかったから、うん、うち、だから味噌と思っていつも柚子胡椒もらっちゃうけど、余ってくんだよね、どんどん。あ、わかる、わかる。溜まっていく家に柚子胡椒が。いっぱいある。からしはね、食べないな。そうなんだ。からしとマスタード苦手なの、そういえば。でもわさび食べれるよ。わさびは食べれる。そう、わさび食べれるようになったんだよね、からし気づいたら。好きなんだよね、からしとマスタード。なんかね、味がね、薬味好き。薬味、薬味、ネギとかも。ネギ好き。うん、ネギ、ニンニク、からしがダメ。ニンニクも。うん、別に食べれるけどさ、なんか不快感が残るじゃん、うん、あ、匂い。そう、あ、それがあ、すっきりしたい。すっきりしたい。なるほどね、なと思うな。なんかいっぱいですか？まだいきますか？でもまだいけますけど、うん、まあ一旦で、一旦 ね、 一旦ね、はい。以上、もぐもぐタイムでした。はい、終わった終わった。はい、さあ続いての企画は私の今年の漢字ニャンバーワンです。イエーイ。この時間は年末の風物詩の今年の漢字が間もなく発表されるということで、うん、私たち2人の2024年を表す個人的な今年の漢字をそれぞれ一つずつ発表してトークしていきましょう。はい。今年もあと1ヶ月あって、やばいって。やばいね、1ヶ月あって。てか昨日が 26?、うん、昨日26、6か。25の日にさ、うん、クリスマスまであと1ヶ月って嬉しくなったんだよね。もう年末だよ、クリスマス通り越しちゃうよすぐ。私の1年で一番好きなクリスマス。クリスマス大好き、私も、ね、何しよう、何しようね。決まってる？なんか何にも、見繰りがさ、今週、うん、今週じゃない、今年はあのちょうど土日とさ、かぶってなくてさ。あ、そう、じゃあ見繰りはないんだ。そうなのよ、だからいつもさ、見繰りの後みんなでお家集まったりしてたじゃん。え、去年したよね。去年したよね。去年誰んちだったっけ。レインチ。あれ一昨年じゃない？え、あれ去年？あれ去年だよ。え、なんかさ、時間の感覚じゃないんだけど、なんかちょっとわかんないんだよね。レインチで、うん、あれが、あれ去年か。
去年、信じられない。ピザとか頼んだよね。うん、食べたね、いっぱい。懐かしい。あれ去年か。うん、ずいぶん前に感じる。そう、今年はね、どうなるか。どっか行ったりするの予定ある？いや、まだ何もないんだよね。なんかカッキーがみんなで今年もやりたいね。やりたい、絶対やろう。ねえ、やろう、うん、みんな忙しいかな、クリスマス。どうだろう、どうだろう。暇だといいな、ね、予定、だから見送りとかだったら絶対さ、その日他の仕事入んないからさ。うん、確かに。あれだけどな。はい。じゃあ早速、今年の感じのざっくり振り返り、どう今年。あ、振り返り。今年何したっけ。今年どうだった、今年何がありましたか。今年何がありましたか。どんな1年でしたか。だって思い出す今年。でも私はやっぱり、あのアンダーライブが大きかったかな。うん、5月とかにね。うん、5月とかだったよね、あれね。6月だね。6月か。ちょうど誕生日もあったし、あ、20歳になった今年。お、おめでとう。そうじゃん、今年か。20歳になったの。それ大きいよ、20歳になった。そっか、21。おめでとう、21。嬉しい、みんなの仲間入り。そうじゃん、もう4期全員20歳。そうじゃん。そっか、変な感じ。もうあんま変わんないもんね、私たちは ね。まだ一緒にお酒飲んだことないよね。ない、ないね。あ、噂には聞いてるよ、強いっていう。どうだろう。でも今も強いでしょ、多分。強い。え、酔っ払った日本で。日本で、海外だと違うの。海外だと違うの。違うの。海外だと違うの。海外だとちょっと酔っ払うの。あ、そうなんだ。日本でどうだろう。日本のどうなったらいいよ。わかんないんだよね、それが。でもなんか楽しくなるかも、私は。あ、私も楽しくはなるよ。ヘラヘラする？え、なんか笑っちゃうかも。ああ、じゃあ酔っ払ってるんじゃない？壺が浅くなるかな。それさ、楽しいよね。うん、なんか私も最近やっとその酔っ払うようになって、うん、そうなんだ、楽しいんだな。じゃあ今度一緒にね。ね、お酒飲もう。そうじゃん、まだでも6月でしょ、今まだ半年も経ってないじゃん。そうだね。おめでとう。ありがとう。はい、じゃあどうしましょうね、はい、今年。え、真面目なやつ？なんかふざけられないんだけど、いい？ふざけでもないし、真面目でもない。何？え？あ、リサイクルっていう。映ってた？リユース？リユースだね。リユース。なんとかリサイクル。リデュース。リデュースってなんだっけ。懐かしい。リデュースって何？リュース、知らない。リサイクルしかちょっとわかんないわ。3R みたいな、習ったね。習った。はい。はい、じゃあ早速発表していきましょう。どっちからいく？あ、私から。柴田さん。いいですか？どうぞ。私の今年の漢字は、ドゥルル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 ル。じゃん。じゃん。学ぶ。ちょっと真面目でごめんなんだけどさ。いいじゃん。今年はね、なんかお正月に、うん、今年は1年楽しく過ごすって決めて、うん、なんかあの結構落ち込むことなく、うん、すっごいハッピーに来れてたんだけど、もう一つあって、うん、あの今年はなんか勉強した方がいいですよっていろんな占いで見て、へえ、なんか勉強するのもいいなと思って、うん、あのいろんな勉強したりしたんですけど、特にあの舞台、うん、今年の一番の出来事は舞台なんですけど、そう、舞台やったのが大きいかな、今年1年は。 そこでもたくさん学ぶこともありましたし、なんか舞台やったんだけどさ、うん、あれ今年だと思えないんだよね。いつ、何月だ。あれは4月5月が本番だった。あー、じゃあもうだいぶ経ったね。2月とかに髪切った今年。そういえば、え、今年だっけ。そう、2月に髪切ってバスラやって、で3月稽古やってそっか、4月5月本番やってってしてて、でも舞台で仲良くなった子とかもさ、あいるんだけど、出会いもね、なんかね、
本当に何年も一緒にいる感じでさ、うん、まだ出会って1年経ってないんだと思って、うん、めっちゃいいじゃん。そんな、なかなかね出会わないよね。そうなの、お友達ができたの。おめでとう。おめでとう、ありがとう。お友達、最近もそうディズニー一緒に行ったりして、ディズニー行けるわ、なかなか。お泊まりでだよ。すごい。いいな。そう、2人お友達ができてね。うわ、いいな。そう、これまだ初出し情報、お泊まりディズニーしました。いつ？最近、めっちゃ最近。あ、クリスマスなってからだね。じゃあ私も最近行ったから。どっち行ったの？シー行った。アランド行った。そう、最近みんな行ってるよね。そうなの？そう、今年はね。あ、英語の勉強もしてるよ。ね、英語の勉強したいんだよね。しようよ。何、どういう系？私はもうアプリでやってる、うん、毎日。アプリで？そう、スマホにアプリがあって、勉強の英語学習アプリがあって、このあれ話すやつはしないの？英会話？うん、英会話は、うん、なんかそこに通うぐらいなら他に時間使いたいな、今はと思って。アプリで上達する？す、うん、なんかで毎日やることが大切だと思う。なんかその上達っていうか、まあ確かに、慣れじゃないけど、ね、そう、変わったかも、ね、結構。いいな、私も来年は英語喋れるようになりたい。ね、なりたいよね、うん、なぁと思うな。そんな他にもね、いろんな勉強をしたりした1年でした。いいことです。学びました、たくさん。じゃあ私いきます。はい、お願いします。今年の漢字は、あ、すごい、あ、国、国です。私は、うん、今年の1月にロンドンに旅行に行き、うん、でお仕事でもシンガポールで MV 撮影したりとか、うんうんうん、タイにゆうちゃんと行ったりとか、うん、で夏はスイス旅行行ったり、うん、すごいいろんな国に行って、なんかやっぱ一回行くだけでなんか世界広がるじゃん。わかる、うん、ね、自分の視野が、幅が広がるから、そうそうそう、うん、すっごいその感覚がすっごい好きだし、うん、なんかいろんな人見て、うん、あ、なんか自分らしく個性大切にして生きようって思えるし、うん、だからね、やっぱね、海外はすごい好きなんで、うん、いっぱい行けた年だったなっていうのと、うん、来年もいっぱい行きたいなっていう感じです、うん。いいですね。今年ね、今年いっぱい行ったね。そう、そうだね。そっかそっか。お仕事で海外、最近っていうか、確かに、ね、MV なかったから、シンガポールだった。そう、確かに嬉しい、今年は行けて。いいね、海外旅行ね、したい。今どこ行きたいの、海外だった今？だっていっぱい行ってるじゃん、ユナもね。そうだね、でもヨーロッパ、ヨーロッパね、もっといろんなね、国あるから、いろいろ行きたいかな。行きたいね、うん、なぁと思うな。そのためにも英語を勉強してね。英語がね、ペラペラだったら、ね、友達作って帰りたい。うわ、最高じゃん。韓国でそれいいなね。どっか行きたい国あるの今？私はトルコ行きたいね。トルコね、行きたい。もう気球に乗りたい。そうだそうだ、言ってた、気球乗りたいって。カッパドキア、いいな。気球さ、うん、ディズニーのさ、ソアリンのさ、うん、気球のシーン出てくるじゃん。それを最近も体験してさ、うわ、気球いいなって思って。ソアリンが一番好きなんだから。ね、わかる。ソアリンいいよな。ソアリンいいよな。海外旅行、うん、へー。オーロラ、オーロラ見たことある？見たことないんだよね。あるでしょ。ある。オーロラ見たい。よかったな、すごい。でもあれさ、うん、ラッキーなの、オーロラ。そう、なんか運なんだよね、オーロラって。よかったね。ね、せっかくさ、遠くまで行くんだったら見て帰りたいよね、うん、絶対ね。ラッキーでした。へー。アメリカの方行ったことないから。アメリカね、そっち方面もちょっと行きたいな。一回サンフランシスコに行ったことがある、うん、でも他のアメリカは全然、どこからどこまでがアメリカかが分かんないぐらい、アメリカはちょっと、うん、でかい、疎いから。あ、疎い、そう。でかいけどね。カリフォルニアとかさ、ディズニー行ってみたいなと思って。絶対行く。 LA とか人生で一回はね、ね、行きたいですね。
はい、ということで以上私の今年の漢字ニャンバーワンでした。はーい、はーい。さあ続いての企画はクイズ、存在しないのはどれ、なんだ。この時間は3択クイズの嘘の選択肢を一つ考え、相手を騙せるか挑戦するクイズ企画を行っていきます。早速ゲームの簡単な流れを説明します。お願いします。まず1、私たちの元にはそれぞれ問題と実際に存在する2つの選択肢を書かれた紙が用意されています。2、出題者は問題と正しい選択肢を確認し、ありそうだけど存在しない嘘の選択肢を考える、はい、3、嘘の選択肢を考えたら問題と選択肢を発表する、はい、4、回答者は選択の3択の中から出題者が考えた嘘の選択肢を予想、はい、まず私から出題者をしていくんですけど、お願いします。難しいですね、問題と選択肢をまず確認 ね、 これね、オッケーオッケー、これをじゃあ見ないようにね、はい、手元にあるこれですね、表裏あるんだね、気をつけて、この中で、難しい、これ私も難しい、で考えるんだよね、さこういうなんか想像力がないからさ、さできないこういうの諦めないで、そうこれはスケッチブックに書くって、諦めないで、スケッチブックって何、これこれこれだ、あ、そうですね、そう想像力が本当にないんですよね。大丈夫大丈夫、できるよ、真面目にね考えることしかできないからいいこと、それもね、まずこれ一つ目を一つ目とりあえず問題1をやったらいいんだよね。そうね、それではまず嘘の選択肢を含めた3つの選択肢をスケッチブックに記入、問題文は口頭で読み上げるので、はい、選択肢の順番は任せ、はい、出題者の選択肢をあ、コメントない、はコメント読んどいて、わかりました、問題と選択肢、はい、コメント、難しいよ、コメント、どうしようかな、はじめまして、はじめまして、難しい、ゆなちゃん頑張れなんかさ、あ、ちょっとこれはダメか言ったらどれが、あ、まあいいんだよこういうのは自己解決、こういうのふざけたらいいんだよね、なあどうしようかな1、髪染めた誰、私かな、私は染めてない、あ、私全然思いつかない全然思いつかないよ、全然ゆっくり考えて大丈夫ですだってありがとうございます優しい、どうしよう、独り言のゆなちゃん、はい、そうですね、多め独り言、黒髪ツインテカワチ、黒髪じゃないんですよね全然茶色です、1、バンジージャンプ飛んでみたい、だってバンジーは嫌だ、おお私も嫌だ、バンジーはスカイダイビングはしてみたい、あーふわふわしないって言うもんね、なんかさパラセーリングしたんだけどさ、あーそう全然平気だったからスカイダイビングもいけるかと、ね、ふわふわしないならやりたいね、国内で行きたいとこはある、だって沖縄の方の島の方、あー行きたい、島行きたい、沖縄って寒いのかな今、沖縄東京よりは住んでる方いるかな、寒いですか今、沖縄から見てる人いるかな、いるかな、に、暑いですよ、だって暑いんだ、21度くらいですよ、あでも変わんないけどね、全く寒くないよ、そうなんだ、半袖で行ける、めっちゃいいじゃん沖縄、冬いいかな、グアムから見てます、ありがとう、グアム、クリスマスツリーある家に、ないよ、ないね、でもクリスマスの飾り付け一年中玄関にさ飾ったままだった
なんか気づいたら1年経っちゃった早っ去年飾ったんだけど、すごいじゃん。これ分かっちゃうかもな。嘘、もうちょっとひねったらよかったかな。鹿児島いいよ、いいね、行きたい。あやめん声変わりしたえ、声変わりした。私分かんない、そんな風には感じない。してないよね。あ、行きたいとこある。長崎に行きたい。五島列島行きたい、めっちゃ海がね透き通っててね、いいなと思った。そうなんだ、長崎ね。私が中学で乃木坂入ってなくて、うん、なかったら中3の修学旅行は長崎行ってた。長崎いいね。広島長崎だった。そこなんだ、うんうん、はい、書けましたので問題と選択肢を発表するので、うん、一旦コメントが見えないようにタブレットを伏せてください、はい、こっちもじゃあこうしとく。さよなら皆さん。さよなら。はい、あ、問題文はい、問題文、問題1。この中で存在しない日本のご当地条例はどれ。ご当地条例わかるかな、はい、1条例、1日1みかん条例、2、1日1褒め条例、3、渡りガニ条例です。渡りガニ条例人、はい、どういうこと。この中で1個存在しないのがあるの。2つは本当なの。これはなんかどっかの県のやつなんですけど、はい、まあ勘ですよね。これ勘でいいんですか。条例はちょっとわからないので、まあ、私もわかんないんですけど。じゃあ、じゃないやつを言いますね、うん、お、早い。どれ、待って待って、丸×ボタンでこれ、はい、はい、じゃないやつは、うん、1番おお、あたり、あたり、わかっちゃった。あ、わかっちゃったね。なんで。え、なんか一日一褒めはまあありそうだし、うん、え、ありそう。いや、これ一番ないと思ったんだけど。嘘、なんかありそう、うん、え、みかんのがありそうじゃない。え、いや、なんか消費しましょうみたいな。そういうこと。だって和歌山で、夏から愛媛か、夏から冬を一日みかん食べてる、うん、冬は冬は、うん、冬はって書かない確かにやっぱみかんのさ消費余っちゃったらさ困るから、うん、消費しようかなっていう一日一みかんだったんですけど。いやー、なんか渡りガニもなんか思いつかないじゃん、うん、これはね、うん、だからまああるんだろうなと思って1でしたね、うん、あとね、バレそうと思ったのはね、褒めるっていう感じは書けないからさ。あーね、そう、確かにそういうやつもあるかもね。そう、なんかそれでバレちゃうかなと思ったんですけど大丈夫でしたね。ですが正解されてしまいました。バレましたけどね。バレましたね。はい、じゃあ続いてあやめんが。あ、私、はい、で私は繋いどいてください。はい、読みます。やっほー、勘いいね、冴えてます。渡りガニって食べたことある。渡りガニ、カニ、わかんないんだけど多分カニだよね。渡りガニ食べたことありますかって言われて、渡りガニ、渡りガニってなんか聞いたことあるけど何。え、待って、これ説明していい。ああ、正式名称はね、泉佐野市渡りガニの普及の促進に関する条例って言うんだけど、写真を撮るときはカニの真似をしましょうっていうものなんだって。え、食べましょうとかじゃなくて。マジ。そう、カニの真似をして写真を撮るんだって。え、絶対ってこと。え、じゃない、まあ、法律じゃないから絶対じゃないんだけど。ああ、地元で取れる渡りガニの魅力を市の内外に発信する、ああ、なるほどね、普及の促進を図ろうというものらしい。すごいね、すごいね。カニあんまり食べないな。カニ、カニ食べたい。カニまだそんな未経験かも。そんな食べたことないかも。カニ食べたい。カニいいよね。お正月とかなんかカニのイメージある。そうだよね。町おこしね、確かに。お誕生日おめでとう。今日あ、お誕生日。泉佐野市昔住んでたけど今そんなのあるんだ。へえ、条例って知らないもんだね。地元にもあんのかね、その千葉県ならではの条例みたいなのが。
あるかもね。髪切ったらって結構伸びてきたと思ってた。みんなさあの髪にさ、そう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 、そうなんだよ、ね、めっちゃ伸びたなと思ったけど切ったとか言われるよ ね。でもなんか印象が変わったっていうことなんだろうね、きっと。そうだね、伸びたよ。大阪ね、泉佐野って。へえ、条例は何でもあり。なるほど、作れる作れるのかな。乃木坂の条例を作るとしたら、だってそういうこともそっかできるってことだよね、条例って。そうね。外羽根かわいい、ありがとう。そう、今日外羽根にしてみた。外羽根にはよくするんだけど、このね、ここをね膨らませて、外羽根はあんまりしないからね。え、髪はさ、月一で切るの？え、切らない。え、たまに。じゃああんま伸びない？あ、切ったわ。切ったんだけど、もうここ1ヶ月ちょい、2ヶ月経ってないかな。伸ばし始めてさ、髪を。あ、そうなの？もうなんか、うん。だからまだ切ってない、最近は。まだじゃないね。最近は切ってない。ネイル見せて、だって見る？私の爪、何にもしてないから。短いのが好きでさ。あ、そうなんだ。そう、いつも深爪に切っちゃいますね。できました。 お願いします。はい、頑張る。まず問題。はい。この中で存在しないイギリスのことわざはどれ？え、知らないでしょそんなの。イギリスのことわざ。ことわざ、すごいね。じゃん。あ、1、英語じゃなかった。山はヒールで登れ。2、本は表紙で判断するな。3、卵は一つのカゴに盛るな。ちょっと待って、これさ、英語で聞きたくない？本は表紙で判断するな。あ、タブレット伏せて、だって。これですね。はい。わかんない、どれも聞いたことないけど、うん、でも2とかありそうだなと思うから、逆に。卵は一つのカゴに盛るな。ことわざでしょ、でも。はい、ないのを当てればいいの？そう、分かった。どういう意味だと思います？だって。え、何が？ことわざの意味。え、どうだったろうね。本は表紙で判断するのは、まあ、分かるじゃん、なんか。まあ分かる。見た目で判断するなっていうことでしょ、はいはいはい、きっと。なんか読んでみなみたいな。でもありそうでさ、あやねんが上手だったらこれを作りそうだなと思うけど、卵は一つのカゴに盛るのはちょっと本当に意味が分かんない。卵は、これ意味わかんないね。うわ、迷うね。卵は一つのカゴに、いや、はい。お、頑張ってね。うん。はい。はい、何だっけ。まず、はい。いいですか？はい。一番だと思います。お！え、すごい。やった。え、うまくなんかできたかなと思ったんだけど。うん、うまい。わかんなかったでしょ。でもさ、山はニールじゃの終わっちゃダメだよと思って。え、なんか、うん、山、うん、壁、うん、人生の壁は、うんうん、そんななんかスニーカーとか、うん、楽な感じで乗り越えるな、うん、え、でもわかる、なんかそういう意味なのかなと思って。イギリスだからなんかおしゃれにヒールとか言ったけど、うん、卵はね、うん、リスクに気をつけて、卵のを全部一つのカゴに入れて、そのカゴを落としてしまうと多くの卵が一度に割れて大きな損失となる。なるほどね、リスクヘッジをして生きろっていうことね。本は人は見かけで判断するな、うん、なるほど。意外と見破られちゃったね。いや、難しいですね。じゃあ2問目いく？はい、いっちゃって。面白い、これ難しい。また考えないと。に行きますね。はい。これがね、なんだかな、私は難しいと思うんですよね。ペン。中で。あ、そうだ。ん？今日はあの歩道橋の MV 公開されて、うん、皆さん見ていただけましたかね。冬って感じの、やっぱさ、 MV 一人一人の顔がしっかり見える MV って、うん、いいね、いいよね。今回は見られると思います。
コメントがめっちゃね遅れてる。私時差ある。うん、みんな今ねゆなが当てたところ、うん、えすごい結構時差あったじゃあは懐かしい、懐かしいとかね、一緒に僕のこの胸は何かを感じた。なんでこんな遅れてんだろうね。あ、これか。え？あ、あーはいはい、タイムライン。ボム麺みたいねー。私もちょっと知りたい。めっちゃ伸びたもんな。伸びたよね。だから本当に切りたい。でも切ったら切ったら後悔するかな。でも伸びるからどうせ。まあね。そうだよ。だって人生一度切りじゃん、うん、切りたいと思った時に切りたくなっちゃうよね。そう。二十歳も今しかないしね。そうなんだよ。ポニー好きなんだけどな。そうね。ポニーがねできなくなっちゃうから。今年やり残したことはだって。なんかある？ないね。意外と。ね、全然やりきってる。思い浮かばない。みんな何をやり残すの？ね、逆にあるのかなみんな、ね、やり残したこと。別に来年でもできるじゃん。言ってしまえば。うん。大体のことは。確かに気になる。やり残したことありますか皆さん。海外旅行行きたかった。あ、なるほど。あ、今年はもう1ヶ月しかないもんね。確かに。むしろ何もしてない潔いわ。いね、やば、2番とか懐かしくない、この奇数主義。若いね、懐かしい。懐かしい。最終手段。声が幼い。楽しかったな、この時。懐かしいね。ね。踊れるって2番ってさ。踊れないよ。振り違った？なんか覚えてない、それすら。ね。逆にどこで披露したことある？振り入れもし。2番、うん、さすがにしたんじゃない。したか。でもフルで見たことある人いる？逆にね、私たちも全然。どこでやったっけ。フルでやったことある？さすがに覚えてないな。あ、4キラだって。4キラでやったのか、フルで。うん、2番どんな振りだったかな。今見たら思い出すんだろうな、ね、はい、書けました。じゃあはい、伏せていただいて、この中で存在しない生き物の雑学はどれ。じゃん。1、チーターは好き嫌いが多い。2、ネズミもくすぐられると笑う。かわいい。3、好きな相手に小石をプレゼントするペンギンもいる。何それ。何それだよね、うん、難しいよね。なんだろうね。小石をプレゼントする全然もいる。みんなわかるかなこれ。はい。お、早い。1が存在しない。うん。なんで分かったの。え、結構ありそうじゃない。嘘、なんか動物、なんかチーター何でも食べそうじゃない、うん、確かになんかさ、ネズミ系とさペンギン系、うん、あ、ネズミ系、あ、ちっちゃいのと海できたからなんか違うのにしようと思って、うん、まずそこでライオンかチーターかトラか何にしようか悩んで、なんかチーターだってさ、チーターにしてみたんだけど、なんかさ、マイナー、 あれ嫌いだから襲わなそうとかさ、ない、なさそうじゃない。ないか。ネズミってくすぐられると笑うらしいよ。本当に？ネズミってどんな笑うんだろうね。
人間には聞こえない超音波で笑い声をするなんて超音波で笑うんだ。でしかもね、くすぐりに対するネズミの反応は気分によって変わるんだって。何それ。ストレス感じてるネズミはくすぐられても笑わないけど、幸せなネズミは笑うんだって。あー、人間と同じかもね。あー、そうかも。そうなんだ。ペンギンは好きな人に小石をプレゼントするんだって。かわいい。幼稚園生みたい。かわいいね。かわいい、ね、小石プレゼントどうすんだろうね、もらった側。あ、なんかなんだっけ、巣に使うとかなんとか。あ、使うんだ。なんだっけ、一緒に巣作りする愛する相手の、うん、小石は氷や雪に比べて頑丈で溶けることもないので、大事な卵やヒナのための巣の材料に理想的なんだって。すごいね、巣作りに使うんだ。モテ男は、うん、巣が立派。あ、そういうことなんじゃない。本当小石を持ってくるからさ。へえ、はい、じゃあ2問目で。あやめの、ね、結構チーター上手だと思ったんだけど、うん、見破られてしまった。みんな分かった？チーター、ちょっと戻ろう。あ、チーターかなって、みんなバレてたね。そこ、え、そりゃそうでしょって、そんな簡単だったわ。そっか、ネズミってくすぐられたら笑うんだね。かわいい。かわいいわ。あ、すごいすごい、なんだこれ、なに小石。めんちゃんに小石持っていこうだって。かわいい。困っちゃうね。小石プレゼントしたい。小石。ペンギンやん。ペンギンやん。ねえ。初めて聞くツッコミ。巣作り。ゾウは人間に聞こえない声で会話するの？笑い声を聞こえない声で。そうなんだ。ゾウ。そっか。知らないもんだね。クジラもだよね。あ、クジラ？クジラね。シャチって鳴き声かわいいんだよ。へえ。人懐っこいイルカ。なんだっけ？超音波で会話するなんかいたよね。おでこからさ。あ、ベルーガ。ベルーガ。白いやつ。何それ？イルカ、イルカとイルカみたいな感じの白いなんかマシュマロみたいなのがいいね。あ、あれかな。あ、いるよね。うん、あれかわいい。そう、カモシー、カモガワシーワールドにいた気がする。白イルカ、イルカか。ベルーガって白イルカ。何もらうと嬉しい。何がって書いてあったけど、別になんかさ、あんま考えたことなかったなと思って。何もらったら？お手紙？うん、嬉しいかも。みんな小石探しに行っちゃった。帰ってきて。小石探しに行ってくるだって。丸い石とか嬉しくない？丸い石とか嬉しくない？だって。かわいい。かわいいわ。綺麗な石ね。あ、みんなジャンピングジョーカーフラッシュに反応してる。お、うん、みんな石の話になっちゃった。でも集めてた子とかいたよね。うん、いたよね、ちっちゃい頃。うん、そっか、石にもいろいろあるね。ダイヤモンドもパワーストーンも石だって。あーね、そうね。人間でも嬉しい石あるよね、もらって。あ、そうだね、ダイヤモンドね、うん、できました。お、はい、問題は、うん、あ、タブレットね。この中で存在しないジョン・レノンの名言はどれ。ジョン・レノンの名言。
1愛とは育てなくてはいけない花のようなもの。2好きに生きたらいいんだよ、だって君の人生なんだから。3分かり合えなくても肯定できなくても否定はするな。はあ、直感だったら決まった。早い。でもちょっと考えてみるね、もうちょっと、うん、分かり合えなくても肯定できなくても否定はするな。素敵だね棒読みすぎ。ちゃんと素敵だね、ちゃんと素敵だなと思った。でもそれそうだね、分かり合えなくても肯定できなくても否定はするな、うん、はい。ああでもなんだ、うまいねオッケー決まった。これ顔でバレそう。はい、2番好きに生きたらいいんだよ、だって君の人生なんだから。じゃあ素敵だよ、あやめんが。いやありがとう、褒められた1も3もなんかさ、正解は3です。素敵だね、なんかいいと思う、すごい。ありがとう、褒められちゃった。なんかそのスタンスで生きていきたいよね。これはなんかで見たんだよね、私が。うん。でいいなと思った言葉を書いて。めっちゃ素敵じゃんと思った。嬉しい。否定はするなだよね、本当に。うん、みんなこれを心に買ってね。うん、本当。いいよ。それで生きてこう。だって分かり合えないことも肯定できないこともほとんどなんだから。あ、カメラ目線で言ってもらっていいですか、その言葉。分かり合えなくても肯定できなくても否定はするな。素敵。ヒューって。はい。難しかったです最後。言ってそう常連。すごい。ね、言ってそう常連。コメントもしてくれるんだ。本当に本当に。カンペとかじゃなくてね。ね、コメントもして。テイスト合わせてきたでしょ、その常連の。あ、そうそう、ちゃんと合わせて。すごいな、うまい。やらせていただきます。はい、ということで以上クイズ存在しないのはどれでした。はい。さあ続いての企画は乃木坂46価値観トーク。おー、面白そう。面白そう。この時間は価値観が現れるような質問に私たち2人がそれぞれ答え、その回答結果をもとにトークしていく新企画をお届けします。早速最初の質問を言ってみましょう。はい、新企画。遠いと感じる移動時間は何分から。ああ。どこに行くかによらない。寄らないか別に。何で行くかによらない。うん、移動手段。移動手段はお任せするそうです。それぞれスケッチブックに書いて。え、移動手段を合わせた方がいいよね。決めてくださいだって。移動手段は、どうしよう。飛行機、車。車さ運転しないからどれぐらいが遠いかあんま分かんないかも。じゃあ車だったら、あ、でも仕事行くのにとか。あ、そうそうそう、うんうんうん、それにするか。遠い、遠いと感じる移動時間。場所じゃなくて時間だもんね。うん、移動何時間かかんだろうな。仕事行くのに。そうそうそう、遠いなっていう。何の仕事かによるよねえ、確かにそれはそうかも。だってもうあれは、あの仕事はちょっと遠く行くだろうなみたいなさ、うん、あるじゃん。心の準備できる仕事もあるもんね。そう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 、それだったらもうなんか準備してヘッドホンとか本とか持っていくからさ。違う手段にする。海外旅行。あー、飛行機。だってみんなさ近場でも意外と遠いって言ったりするから。じゃあ飛行機ね。うん、遠いと感じる。でもさ遠いけど行けちゃうじゃん別に。苦じゃないじゃん。そんな深い考えじゃない。なんだろう、苦だと思うかどうかじゃなくて遠いと思うかどうかってことでしょ。私は苦じゃないけど遠いな。遠いな、遠いな、はい、遠いとは思うよ別に。でも飛行機遠いなって思う時間。はい、では同時に発表しましょう。せーの。10時間。17時間。マジ？
うーん、16時間はいいのじゃ。うん、15、16は遠いけど、うん、まあ、遠いか、まあ、遠いかぐらい。そのでも17行くとなんか、うん、ちょっと遠いな、でも楽しみがあるから苦じゃないんだけど、すごい17行ったら、あ、遠いなって感じるかな。15、16はまだ楽しみの方が上回る、遠いよりっていう。確かに私も差かな、これは。でも苦じゃない、ね、別に17、18、20超えたら絶対苦だと思う。そうだね、うん、行ったことないね、まだ20時間。そしたら2桁っていう、うん、なんか10時間だとどこら辺なんだろうね。でも、なんて14時間だ、私書き直す14時間で10ってまだヨーロッパ到達してないよ、うん、14時間にしとく、うん、そうだね、そんぐらい遠いね、うん、そんぐらいかな、うん。なんか初っ端の、うん、あのその一番遠いのがロンドンだったんだけど、うん、ロンドンがどんぐらいだろう、多分14時間は絶対あるんだって、うん、そうだ、そっか、14かかるか、うん、だからなんかでもそれは本当にね、うん、なんか一瞬に感じたもんね。だよね、そうなんだよ。だからでもさ、その MV 撮影とか仕事で行くときにさ、近場でもどこだって言ったっけ、シンガポールとかさ、ヨーロッパに比べたら結構近場にだと思うんだけどさ、本当に飛行機が好きじゃない子とかさ、いや辛いだろうね、結構しんどいって言ってたから、あ、そっか、シンガポールでも遠いと思う人は遠いよなって思って。よかった、飛行機好きで、ね、本当にね、海外とか行くの楽しいもんね、うん。はい、続いての質問、続いての質問いきましょう。旅行に行った際一番大切にしているポイントは、難しい、一番大切にしているポイント、大切にしているポイン ト, イント大切にしているポイント、何だろうな、海外に行った時、大切にしてるポイント、ポイントって何、大切にしてた時大切にすること、何だろう、何だろう、考えて行ったことはないかもね、別に。私もっていう価値観はどう、私ももうありだよね。そうだよね。本当になんか、うん、特にそういうのはだってきっちり決めないでしょ、うんうん、私も決めないタイプだから、大切にこれだけは絶対とか、これだけは守ろうみたいなのはない、特に決めないっていう価値観ですね、うん、同じくです、はい、じゃあ続いていきましょう何もあんだろう、お、映画ドラマを鑑賞前にネタバレを確認するのはありなし？え？即答でいい？即答だよ。せーの、なし。なし。なしでしょ。なしでしょ。ありの人いんの？いやでもいるんじゃない？さすがに結構ネタバレ確認してから。マジ？人多いの？多いっぽいだって。多いんだ、ネタバレ、なんで、視聴者の方にアンケート取ってみます、取ってみますか、打ってやるんですか、アンケートし、なんかあったよね、そういう機能 ね、いっぱい飛んでくるやつ、ネタバレありおはなしで、ありなし、これもやってんの、ネタバレ、うん、でもなんかさ、ホラー映画とかは見れないんだけど、うん、見るとしたら先にどこで来るかは知っておきたいかもえ、だってさ、うん、結構いっぱい歩くな、ホラー映画でタイミング、うん、絶対見れないと思う、いける、ホラー映画、いや、いけない、いけないよね、あのリアルの方が好きなの、リアル、何、本当にあったやつとか、無理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 、そういうのさ、めっちゃ怖いんだよめっちゃ怖いんだけど、うん、怖いって思いながら見るの、でもさ、本当にあったってことはそれ自分にも起こり得るってことでしょ、うん、幽霊見たい、見たくないよ、幽霊見たいんだよ、ね、だって見えちゃうよ、多分本当見えちゃったら、うん、私は生きていけないと思う、嘘、怖くて、お風呂も入れない、めっちゃ見たい、見たい、うん、お友達になる、それで、なれるな、いるよ多分ここにも
いや、いるだろうね。いるだろうね。見えてる人はさ、配信の画面越しでも見えるのかな。あ、見えるんじゃない、ね、だってさ、なんか見える方っているじゃないですか、ね、たまに。あ、アンケートも取ってるから締め切りだし、うん、5、4、3、2、1ピピーン。すごいよ、もう偏りがすごいけど、いるね、でもね。はい。あ、え、めっちゃいいんじゃん。え、これ何？え、きっと青がなしだよね。1が見る、ネタバレを見る。2が見ない。1の見るが 26.5% で、2の見ないが 73.5%。 あ、じゃあまだなしの方が多い。多いけどさ、結構いるね。 26%。 確かに多いね。みんなありの？ネタバレ、何のために見るか知りたいな、ネタバレを。確かに、聞いちゃったとか、そういう系。だからさ、同じ映画とかさ、極力2回目あんま見れないんだよね。めっちゃ好きな映画しか見れない。あ、2回目を。2回目さ、結末忘れちゃうんだよね。 あの作品何、どうやって終わったっけなって思ってもう1回見れる、全然。いいよね、多分ね。犯人が誰か聞いた後見るとか。マジ？あ、伏線とか気にしながら見たい。あ、なるほどね。それさ、2回見るじゃダメだったのかな。そうね、別に1回目楽しみたいとかもないんだね。いや、私だったら2回見るな、それ。ね、伏線回収楽しいよな、絶対。ドキドキしたくないからでは、ね、安心して2時間過ごしたい。ああ、なるほど。なるほどね。いるね、結構ね。ね、タイパ。あー、なるほど。タイパか。視聴者の方に、あ、質問募集だって。皆さんに、皆さん質問、コメントで価値観の質問してみてください。お願いします。価値観が分かれそうな質問。はい、お願いします。お願いします。あ、矢野くん2回見ました、だって。嬉しい。ちょっと見たいかも。あやめんの何さんだっけ。岡本さん。あ、リカがさ、見てくれたんだけどさ、見るよって LINE 来て、後ろに乃木じゃきたいとかいるって映画館に乃木じゃ来てた方、ありがとうございます。でもね、レンカさんのジャージだったんで、私じゃないか。分かる分かる号泣しました、だって。号泣したの？あら、行こうかな。え、質問どれにする？どうしよう。いっぱいあるよ、映画。冬はこたつストーブ。単にレモン。何時間睡眠だったら満足する？あー、分かれる？いっぱいあるよね、別に。どれにしようか。どうしよう。こういうの私選べない。そうなんだよ。私もさ、これ、あ、じゃあさ、これスタッフさんがさ、決めてここに書いてほしい。いいですかね。それが一番ありがたいんですけど。決められなくて。そうなんですよ。こういう時にダメだよね。ね。本当に。スパッて決めれる人いいよね、潔くてね。なんか性格診断とかあるじゃん、あれは何なの？ MBTI。 これ言ってないんだ、実は。秘密別に、でも分かると思う、私のファンの人は。でも結構外してるわ、みんな。言ってる？別に言ってない。言うときないよね。ないないない、ショールームとかでね。あ、そうね。何だよね、なんだっけ。なんかさ、マネージャーさんに、っていうかグループ内みんなさ、なんか表にまとめられてるよね。そうなの？そう。知らない。あ、知らない、マネージャーさんがなんかみんな分を、そう、把握して今。やばい、面白いね。流行ってた時にさ、やってさ。なんか詳しいよね。みんな。あ、何色？じゃあ何色だったの？色わかんない。わかんないか。あれ、アルファベットもわかんなくて、漢字だけわかる。いや、青しか出ないんだよね、あれ。あ、出た。遅刻は何分まで許せます？何分？
私さ管理者だから本当にさ、うん、遅刻許せないんだよねじゃあ0分ですね、あやめは、うん、私逆に何時間でも待てるかも。マジで自分が遅刻するの。あーレイタイプねレイとの約束はいつもあの結局2人とも押すから遅くなってはい、せーの、0分。真逆でした、何時間でもすごいね。なんか申し訳ないからさ、あの申し訳ない気持ちはあって、うんうん、自分がいつもさ遅刻しちゃうから、うん、逆に待たされるのはもういくらでも待つ、ごめんいつもごめんって思う。じゃあもうほんと真逆だ。真逆だね。もう時間を本当にめっちゃ気にしちゃうから、うん、なんか遅れたらちょっとうんってなっちゃう。家に時計何個あるの？1個だよ。すごいでもね本当に、うん、自分の反省すべき点は本当に遅刻だと思う、うん、へえ、なんか、ね、そんな別にイメージないけどね。家あそう間に合うの走るから。あ家を出るのが遅いの。家をなんか出るのが下手、うん、それ言ってたレイも。なんかねなんかなんでだろうね、なんか出れないんだよね。でもこれは直そうと思って、この下半期特になんですけど、うん、もう終わるけどねもう結構頑張っててあそうなの。乗りたい電車に絶対に間に合わせるのもできるようになってるし、うん、すごい。朝もちゃんと間に合うし、すごいすごい。そう割と減らしてるかな。でも本当にねなんか治らないんだよね遅刻ってね。多分する人はするし、しない人は全くしないっていうさ、う世界じゃん、ね、遅刻ってね、うん、私はなんか朝の準備が遅い、うん、遅いわけでもないんだけど。家出る何時間前に起きるの？15分前すごいそれが悪いんだよ多分。15分で何ができるの？でも思って それで下半期は1時間前に起きるようになった。紅茶とか飲んじゃってる。すごいすごいよね優雅。そうそれで遅れたりしない？そう最近はあんまりなんか人との予定入れてないからわかんないんだけど、うん、多分全然間に合わせられるかも。じゃあ成長してるね。やっぱ1時間前に起きるっていうのが大切なんだって気づいたの、やっと。できるだけ寝たいと思ってたんだけど、1時間前に起きたら大丈夫、うん、早寝早起きがいいんですね結局。遅刻する人はね、あの早寝早起きやったらいいと思う。私も7時間以上は絶対寝たいと思って。同じ同じ。そう大事です。15分は別に出れるよ服着替えて。無理無理。私何するの朝準備？私さなんかルーティーンを壊したくない人だから。なるほどね、うん、決まってんのね。朝起きて教えて。だったらまずもうすぐ洗面所行って、うん、顔洗います、うん、歯磨きします、うん、スキンケアします、うん、あのむくみ取ります、うん、頭皮マッサージします、うん、体重測ります、うん、で朝ごはんを食べます、うん、食べたらあの鏡の前でちょっといろいろして、うん、何何、うん、まあ、さんがいろいろして気になるで、うん、その残った時間は椅子に座ってゆっくりするっていう、そのルーティーンを壊したくなくて。すごい。それでさ全部で何分なの？何分前に起きるのそれで？何分前とかは決めてないの？別にルーティーンが決まってるだけ。なんか朝の早さによるね。あーなるほどね。そうそうそう。あそれはあるかも。10時出発とかだったら8時には起きてる、うん、早っ。もう時間ゆっくり準備したいかも。すごい。朝ごはん食べたいから家で絶対。うん、何食べんの朝？ヨーグルトは絶対食べて、うん、あとはなんか家にあるもの。へーすごっ。なんかそのすごっ昨日考えてたんだよね。なんかあやめんと猫舌さするってなってさ、あやめんが頭に浮かんでたんだけど昨日、うん、なんかすっごい丁寧な暮らししてそうだなって。部屋とか散らかることないんだろうな、私と違うなっていうのを考えてた、ね、昨日本当にその通りだった。じゃあちょっと真逆かもね。すごいね。すごっ。すごいなあ。すごいいっぱい質問を上げてくれてる、うん、おどれから行く？じゃあ何歳から年の差を感じますか？何歳から年の差？分からんなそれは、えー、何歳から年の差を感じる？年の差？
通に喋っててってことかな。え、ま、え、むずい、年の差。え、分からん、あんまり感じないかも、おじいちゃんおばあちゃんと喋ってても。それは感じるよ私。年の差って何。え、なんだろうね、どういう、じゃあ話がなんか、うん、あちょっと違うかもみたいな。話が合うか、ジェネレーション、別に誰でも合うよ、おじいちゃんおばあちゃんとも合うよ。じゃあすごい、じゃあそれだよ。あ、そっか。私なんだろう、はい、はい、せーの、60感じないと思う。おー、60か、なんか、わかんない、あのお仕事で会う人しかわかんないけど、年上の方も若いじゃん、なんか、そうそう、だから人によると思うんだよねこれ、まあね、そうだって60歳過ぎててもさ、あの60はさすがにかな、どうなんだろう、なんかおじさんとかと喋ってても別に、年の差、人によるよね、多分、と思って、そんななんか感じない、すごい、中身が若い人が周りにいるから、逆に こっちもさ、そんなになんか年齢の割には中身がしっかりしてると思うさ、もう7年社会人してるからね。そうだよね、6年か、そうなりますね、ね、意外とね、60違ったら80、60、あ、なるほどね。何歳まで同年代だと思います、逆に。あ、同年代、20歳ってこと、同年代、何歳、同年代、24、24かな、え、同年代って何、自分と同い年。でもさ、結構お姉さんじゃない29って。自分ガキだと思うな、まだ29と並んじゃったら。なんかさ、10代だった頃のさ、年上ってさ、20歳でもなんか上だなと思ったんだけど、20歳になってから、あー、でもそれはそうだね、そうだよね、なんかそんな、ね、確かに、だから30歳ってお姉さんってすごい思うけどさ、大人な女性な感じするけど、意外と自分もなってみたら、そうそうそう、ねってなるのかもね。そうそうそう、同年代、同年代って言っちゃっていいのって思うけど、あー、でも確かに同年代、あ、24か、20代って同じなのかな、確かに。じゃあ次行ってみますか。はい、好きなもの、先に食べる、後に食べる。ごめん、即答。好きなもの、先に食べる、後に食べる。はい、はい、せーの、真ん中。へー、真ん中、真ん中。え、あと、あと絶対、もう好きなもの最後まで取っておきたい。なんでだろうね、かわいいね。え、かわいいね、かわいいのか。あと、あと絶対、あと最後に食べたい、真ん中。え、なんか先はちょっとまだ口が慣れてないじゃん、あの食べ物にね、でちょっと慣らしつつ、一番最後はあの悲しくなっちゃうから、一番最後になんかその、大好きレアなものが来て、終わった後のなんかパッキリ終わった感、あー、後味が欲しいってことね。そうだから、なんか余韻が欲しいんだ。あ、そうそうそう、それ余韻、鳴らしからの晩からの余韻。へえ、真ん中は確かに考えたことなかった。本当、だいたい真ん中です。そうなんだ、うん、初めて会った、やった。へえ、じゃあ、ね、最後の行こう。うん、一人でご飯食べるとき高いと思う金額はいくらか。え、ちょっと待って。ちょっとなんか、え、
怖い、私のこれちょっと怖いね。20代の金銭感覚がみんなにバレちゃうバレちゃうバレちゃう。一人でご飯食べるとき何食べる、じゃあ何食べるのこれ、何あの何でもか、一人でご飯食べる。待ってどうしよう。高いと思う金額。高いな一人。高いな。え、ランチかディナーかじゃ決めよう。え、どうしようね。じゃあランチにするか。ランチ。え、高いな。ランチで一人で食べに行って高いな。怖いよ。低く言っとくって。高いな。高いな。え、じゃあさコンビニでにする。コンビニでランチ買うってなって高いなにする。いいよ。コンビニあんま行かないな。コンビニにしようかじゃあ、うん。コンビニいくらぐらいだろうな。コンビニ。私コンビニだったらケチになるんだよね。あ、そうなの。そう。コンビニっていくらがさ普通なの？確かに。何食べんのコンビニって。コンビニで高いなね。はい。コンビニで高い。え、お昼？お昼ご飯をすべて買って？うん。高いな。え、待ってこれも高いのかな。もうちょっとわかんない。え、高いな。お昼ご飯、コンビニでだよね。はい、コンビニででしょ。コンビニでお昼買って高いなって思うのは。え、待って大丈夫か。え、高いのかなこれもしかしたら。ね、この書いてんのも高いのかもしれない。ね、そうかもしれない。え、行ってみる？行ってみようか。じゃあ一旦行ってみよう、うん、せーの。え、高いよ。高いかごめんごめんコンビニが分かんないわコンビニって多分高いと思う。何買うの私本当に。あ、セブン の、うん、あの肉まんとかは食べるんだけど、その、うんうんうん、フルで一食って食べないんだけど、まあね、フルでさ買ったらいくらになるかも分かんないでしょ。今計算するね。分かんない。まずおにぎりって300円ぐらいするじゃん多分。いいやしない。まあ、めっちゃいいやつだったらするかもだけど、別に普通でいい。普通でいい。150ぐらい。160。じゃあ200円だとして、はい、おにぎりが200円で、飲み物は、はい、お茶180円ぐらい。まあそんぐらいにしといて。お茶180。お茶もっと安いかで、まあ、あと何、いいお茶、サラダとか野菜は高いよね、うん、野菜。野菜400-500円ぐらいするんじゃない？400円ぐらいかな。じゃあ400野菜、あと何、デザートとかつけとく。あ、デザート300円ぐらい、うん、これでいくらになるの。200足す1800円。4567関係ないね、うん、7ん2、3、7、900か。980円だ。1600円もいかないわじゃあ1000円超えたら高いと思うかも。確かにコンビニ飯1食1000円超えたらぐらいかな。あ、デザートつく時点で豪華なんだって。あ、ごめんなさい。ごめんごめん。じゃあ1000円だね。あやめの700円、ね、え、700円高いと思うってこと。妥当じゃなくて700円から高い、うん、ちょっと待って、コンビニ行くわ。もうちょっと私もコンビニ、ごめんね、違うの、私がコンビニを知らないだけなの。そうだよね、許して。確かに500円もらっても満足できるよ。全然500円で満足できる、うん、そっか、1000円あったら余裕なんだね、うん、コンビニ確かにね。コンビニ行くよ全然行かないわけじゃないよセブン の、 あの肉まんとかピザまんはね大好きだよ。あ、そうじゃん、おでんも食べるっていう話もしたでしょ。おでんはねお安いからね。そうえ、ちょっとやめてね、変な風に書かないでよ。でも私もさ、なんか、うん、あやめん安もさ、なんかところどころあるから、なんか私がさ守りに入ったみたいな感じも嫌なんだけどな。まあ、うん、そうね。まあコンビニは難しいということで、それぞれね。ご飯ってやっぱり
私たちすごい好きだからさ。そうね、時と場合によるよね、食べるものもさ。なんかご飯にはなんかお金かけちゃいたいんだよね。そうね、美味しいの食べたくなっちゃう全然そんな感じですかね、はい、そんな感じですね質問返しね、あ、早いですね、はい、続いては質問返しのコーナーです。7時20分20分、9時までか、9時までたくさんありがとうございます。こちらはですね、ショールームの公式 X に寄せられた私たちへの質問にこの場で答えていこうというコーナーです。たくさんの質問ありがとうございました。ありがとうございます。どうしよう。出演メンバーをショールームの X アカウントでお知らせするときに募集したりもしますので、ぜひぜひチェックしてみましてください。はい、では質問コーナー行きましょう。はい、どうしますか。ありすぎてさ、だから決められないんだよね、そうそう、きっと私たちはこういうの。いつもこういうの決められない。ディズニーが大好きなお二人ですが、はい、お二人のディズニーの一番好きなところは何ですか。私はあのパークが好き。うん、好き。あのディズニー映画とかそんなに見たことなくて、だからパークの雰囲気と、あとアトラクション目当てで行きますね。いいですね。あと食べ物、うん、美味しい。好きなところは何でしょうね。夢があるところが好きですね。わ、作品もそうだけどさ、なんかいいね、なんか現実的じゃないじゃん、うん、それが好きかも。非現実的なね、感じがいいよね。ディズニーいる時もさ、なんか夢の国じゃん、本当に。わかる。それが好きですかね。いいですね。質問返し30分も。30分もしていいの？質問コーナーね、好きなんだよね、私。めっちゃ無言になっちゃう。どうしよう。うん、海外に行って買ったものでこれは良かったってものありますか。なんだろう、ありますか。これ買って良かったな。あ、なんかシャンプー、あのね、何も持っていかなかったんだけど、向こうにあるの使おうと思ったらなくて、で急遽スーパー行って買ったんだけど、めっちゃいい匂い で、なんかなくなるのがもったいないなと思ってて、なんか持って帰ってきたんだけど、あのあんまり使ってなかったんだけど、最近それをまた使い始めて、いい匂いで楽しんでます。すごいね、なんかキシキシになりそうなイメージだけど、わかるわかる、全然。あ、でも、なるけどいい匂い。あ、匂いが良かったそう、いい匂いだったりして。私は、古着屋さんで買った、なんかジャンパーみたいなやつがお気に入り、いいね。上着買ったの。そう、いいな。海外ね。大学4年生です。女の子が喜ぶクリスマスプレゼントは何ですか。一緒にいてあげれば嬉しいと思うんだけど。あ、すごいいいじゃん。でもプレゼントが欲しいのか。プレゼント、何もらったら嬉しい。大学4年生って私同い年か。あーね、物わかんないな。でもマフラーとか嬉しいけど。あ、嬉しいかも。私お花もらったら嬉しいんだよね。嬉しい嬉しい。でもさ、人によるじゃん、お花って。多分ほんと人によるね。だからやめとこうか。マフラー、ハンドクリームとか冬は。あ、確かに嬉しいんじゃない。いい匂いのハンドクリーム。そうそうそう、そのあなたが選んでくれたっていうだけで嬉しいと思うからさ。いや、ほんとそうね。頑張ってください。楽しんでクリスマス。アドベントカレンダー買った。買ってない。買ってないな、私も。私買わないんだよね、毎年。買わないんだ、うん、アドベントカレンダーはね、いいですよね。ね、もうすぐ加入して6年になりますね。だってそうだね、そうだね、7年目
に入るってことだよね。そういうこと。ラッキーセブン、ラッキーセブン、いいことあるね。楽しみだね。人生最後の日に何したいですか？また最後に食べたいものは何ですか？人生最後の日？何したい？家族と過ごすかな、とりあえず実家に帰って一緒に。人生最後って何？なんか地球滅亡系で考えてたけど、そうだよね。でもう実家に急いで帰って家族と一緒に過ごすね。うん、私もそうです。おじいちゃんおばあちゃんにも会いたいし、で食べたいものか。ああ、何食べたいかな。もうありったけの、何でも、ね、食料を胃袋に食べておこうって感じだよね。バンジー、スカイダイビング、素潜り、どれか一つ必ずやらなければならないとしたら何やる？スカイダイビングかな。素潜りって？わかんない。素潜りだから何もつけずにってこと？あ、ちょっと怖いかも。私スキューバダイビングとかついてるもんね、なんかね。ダイビングは浮いてるし。じゃあスカイダイビングかな。素潜りちょっと怖いね。バンジーも怖いね。怖い。スカイダイビングしたい。バンジーは本当に無理です。バンジーは怖いよ。そもそもさ、高いとこ苦手なんだよね。あ、そうなの？そう、一緒にさ、アスレチック行かなかった、空中アスレチック、あ、そうじゃん。そう、高いとこ苦手なの。確かに。だけど意外とね。そう、だからバンジーは多分無理だと思う。無理だね。ね、2人で出かけたことあったっけ？2人？ゆなちゃんとあやめ2人で出かけたりすることあるって？2人でさ、出かけたことってなさそうだよね。だって私4期で2人で出かけたことあんの、レイと、マユタンと、セイラ。へえ、セイラ、意外。2人ってないよね、なかなか。理科もあのお仕事終わりにご飯食べに行ったことあるけど、出かけるとかないね。ないね。出かけることってないよね、メンバーと2人で、ない。そう考えるとレイとかめっちゃいろんな人とさ、確かにアクティブに。すごいな。出かけててすごいな。本とか読む？めっちゃ読む。最近読んだおすすめの本教えてください。おすすめの本、浅井亮さんが好きで、浅井亮さんの本もめっちゃ読んでるんですけど、最近はエッセイ集を読んでる。いいね。めっちゃ面白い。読まない本？本読むんだけど、あんま小説を読まないんだよね。何かわかんないの。なんかジャンルの名前がわかんないんだけど。どういう感じ？でもあの物語じゃない、実体験とかかな。実体験とか、なんか実体験でもないな。何それ、何なんだろう。あの本の、あのね、本屋さんによるんだけどさ、本屋さん行って右側に行くとこのコーナーにあるやつ。それはそこの本屋さんだけでしょ。そうなんだよね。なんかその、なんだろう、そのコーナーがあるんだけど。エッセイって何じゃん？エッセイはあの体験したことを、エッセイも読む。本当？なんか女優さんの出してる本とか読んだりもするし、なんだろうね、私が読む。自己啓発本？いや、自己啓発でもないんだよね。なんか気になる。なんだ？学びのある本を読んでるかもな。学びのある本、が好きかも。休みの日何するの？もうずっと家にはいれない人だから、絶対外出て、わかる、お買い物するか、映画も好きだから映画館行くか、だね。いいね。私もそうかも。絶対一日中家にいるのは無理で、わかる。絶対予定詰め込んで、あのメンテナンス系行ったり。そうだね、私もそうだ。映画めっちゃ見に行くし。最近は行ったよ。行った？
アットザベンチ見たい、いいな、そう見てきて見に行ったんだ、行ったかな、いいないいな行きたい、買い物とかも好きじゃなくてさ、そうなの、うん、疲れるなっていう、じゃあどこ行くのってなるんだよね、なんかやっぱり散歩してるんだと思う、歩く歩くね、歩く、休みの日私も歩くのめっちゃ好き、うん、歩くの好きだよね、大好き、何してんだろうね本当にね、確かになんか人多いところはそんな行きたくないから、そうなの、そう、いつものところをフラフラと、うん、ゆっくり、やっぱ映画館っていいよね、そう映画館っていいよね、一人でも行けるし、どこ座る、なんかおすすめを聞きたいんだよね、それもさ、映画もなんか人がいないところで選んじゃうんだけど、うん、真ん中寄りがいいのかなと思ったり、後ろ前はねあんまり気にしないかも、あそうなんだ、どっか決まってる位置がある、私はもう一番後ろは絶対で、うん、その真ん中より、へえ、一番後ろがいいなって思ってたんだけど、うん、ね、後ろに人いるのなんかちょっとそわそわするから、ね、そうなの、だから後ろいいよね、好き好き好き、うん、自分へのご褒美に何をあげることが多いですか、ないかも特にご褒美、ご褒美ね、私もこれとしたのないけど、何ある、ないかも最近ねお花買ったよ、え、すごい、なんかアンダラ終わって久々にこう時間があって、うん、できて外に出て、うん、お花屋さんを見つけて、ほんとお花買って帰った、ニコニコしながら、なんかいい生活してるじゃん、そうお花大好きでさ、家にあるとちょっとテンション上がるから、クリスマスだから赤にしてみた、わ赤と白とクリスマスをもう取り入れててね、そう可愛いよ、とっても、お二人はこれまで数々の罰ゲームを受けてきたと思いますが、うんうん、どの罰ゲームが一番苦手でしたか、何したっけ、なんかさ嫌な記憶消せるんだよね私、おいや私は本当にあの、うん、工事中の罰ドリンクがもう一番無理、本当にあれが無理です、飲んだっけ私、もうビリビリは全然好きだし、ビリビリいけるよね、うん、何したっけ罰、え罰ゲーム私何した、多分カエルとかもいけると思う、無理だ、生き物が無理だ、あ生き物、生き物絶対ダメ、絶対ダメ、もう今後も多分もう本当に無理、本当に無理、本当に無理で、なんか生きてんのだって生きてんだよ、生きてて、急に早口、そう何が嫌かっていうとその突然の行動、うん、鳥とかもびっくりするから鳩苦手で、あ苦手だね、急に飛ぶじゃん、それでわってなる、でカエルとかも急に飛んできたらわってなるし、うん、って思ったら生き物は苦手かも、確かにそのイメージあるわ、なんか、うん、わーわー言ってるそう急にねあの大きな音とかあのとと羽ばたいたりとか、うん、びっくりしちゃうから、あそうなんだ、そう生き物はね本当にダメかも、本当にダメかも、本当にダメかも、本当に本当に本当にダメだね、あの食べるのも嫌だよ、そのえセミ食べてないか、食べてないよ、食べたの、食べた食べた、何の時に、あの工事中でセミ食べる時あったの、セミか、うん、あのエビか当てるっていう、絶対無理、目隠ししてどっちでしょうって、セミ食べたの、全然セミだったね、え食べて分かるの、分かる、あの羽が分かって、薄い感じ薄い羽が、食べれるのそもそも、なんか消毒とか、ああの食用セミ、ええ本当に、うん、それって普通にいたセミをちゃんと食用にしたってことのが売ってるってこと、え、どうなの、わかんない、でも食用に育てるわけじゃない、そうだよね、そうだよね、そうだよね、え、セミだって見るだけでも苦手だよ私、うん、私も見る方が無理だよ、見る方が無理、うん、食べると、食べるのは多分何でもいけると思う、羽でしょだって、うん、多分無理だよ私、あの気絶レベルの生き物苦手かも、あよかった、じゃあ食べなくてよかったね、どうしよう今後さ生き物系が来たらね、罰ドリンクとかいくらでも飲むから、私本当に罰ドリンクが、生き物はね本当にダメなの、本当に飲みたくないあれ、結構すごいですからね、あれすごいよね、だって遠くまで匂いするもん、いや本当
なんかスタジオ入った瞬間わかるもん、今日罰ドリンクある。すごい、それはわかるかな。罰ゲーム何したっけな私、もしかして避けてる今まで。そんなわけないよね、なんかしたよね。電気はしてる、一緒にした記憶ある。電気は大丈夫で、電気そう平気、びっくりするけどね。うん、あクリームね、バンって、あお風呂みんなで入ったやつだ、クリームね。それあの見てた、見てた方か、うん、あれ結構でしょ勢い。うん、びっくりしただよね。でも何が嫌だったかっていうとね、別にそこはあの楽しくて、うん、あのそんなの経験できないじゃん普通、うん、って思ったら楽しくて、うん、何が嫌だったかっていうとさ、その後さまだ仕事あったじゃん、うん、だからみんなでお風呂入ったのにあのクリームシューがするの、うわちょっと乳製品のきついね。 それがちょっとしんどかった。その時っていうよりはその後の方が確かに来たかも、クリーム顔面パイ。そうだね、うん、あれでも面白かったよ、楽しかった。そんな経験ないからさ、人生でいい経験になりました。そう本当にいい経験だったな。おもろ、うん、やだけどね罰ゲームはね。そうだね、うん、え成人式って年明けなの。そうだね、うん、成人おめでとう、ありがとう。誰が同い年いるの。なぎだけ。だけ2人か、うん、そうなんよ。いいねそれ、楽しそう。なかなかないよ素敵2人でやれる。セーラとヨダさんとかも2人で。あーそうだね、いいね。なんか確かに新鮮じゃなくて、なんて言うんだっけそういうの、珍しくてね。楽しみ。いいな、楽しみだね。楽しみ。何色着るんだろう。え、そう最近、うん、あの悩み始めた。悩み始めて、うん、あのこういうのがいいですってのを送った。あとで聞かせて。いいよ、楽しみだわ。うーん、冬服はもう買いましたか。冬服徐々に買ってると思うよ。でもなんかさ、うん、めっちゃあるんだけどさお洋服、うん、何もないと思っちゃうんだよね。わかる、多分あのみんなそうだよ多分。だよね、なんかねあるのにない、ないなって。あれは何なんだろうね。もっとなんか、うん、コーデの幅を増やせたらいいのにね。わかる、冷蔵庫に常備してるものある。ヨーグルト。あ、ヨーグルト絶対。何ヨーグルト。豆乳ヨーグルト。あ、豆乳ヨーグルト見るわいつも見かける。あれは本当に絶対入ってる。美味しい美味しい、豆乳ヨーグルト気になってた。なんかある常備。ない。ないんだ。なんか前までトマト常備してたんだけど、なんかトマトで黄色くなったの、うん、自分が。あ、え体が。そう、みかんで聞いたことあるけど、そうトマトで何の。ベータカロテンっていうなんか、うん、多分ね、多分なんだけど、そうなんだ。病院行ってもなんかそれしか、それだと思うんですけどねみたいな感じだったからさ、そう特にその治る方法もなく、うん、一旦やめてみたっていう。あ、そうなんだ。そう、でも全然食べるんだけどストックしなくなったかも、トマト。黄色くなっちゃうちょっとね、嫌だもんね。そう、トマト大好きなんだよね、ずっと。確かにトマト食べてるイメージあるわ。ね、よく持ってってるよね、うん、お鍋食べようね。お鍋食べようね。さっき話してたじゃん、お鍋の何が好きって。お鍋食べようよ、ね、お鍋、鍋パしようね。鍋パしよう。お二人は褒められたら伸びるタイプですか、それとも、うん、叱咤激励されて伸びるタイプですか。褒められて伸びるよ私は。私もね、怒られたら悲しいよね、悲しくなっちゃいます。うん、だからね、褒めてください、褒めてください、たくさん、ね、朝寒くて仕方ない朝どうやって布団から出ますか。全然すぐ出るんだよね私。すごい、もうあの布団でさ、うん、起きてから2時間ゴロゴロしてますとかさ、言、うん、う人信じられない。それ確かに私もなんか大人になってから、うん、布団から出れるようになった、うん、ちっちゃい頃とか学校行く時とかはさ寒くて布団出れなかったんだけど、なんかなんでだろうね、最近は
もうすって出ちゃう。苦じゃないからだよ、その学校行くとかがないから。仕事行くとかもさ、多分みんな嫌なんだよね。だから出れないんだと思う。そうだね。朝ごはん食べようとか思って出れるじゃん。あのさ、食べたい朝ごはん準備したら出れると思うよ、うん、あ、そうそれはあるね。それね、いいよね、うん、来年の話がもうさ、ちらほらあるけどさ。しちゃう？来年の話。何にも決めてないんだけど、なんか やりたいことある？絶対やりたいこととかありますか？絶対やりたいこと？来年あれやりたいなみたいなの、まだ全然考えてないんだけど。私も別に毎年考えてないけど、とりあえずあと1ヶ月を過ごそうかな。そうだね、うん、まあ、来年のことは来年になったら。そう正月に考えるわ、また。そうだね、うん、好きな冬の食べ物、自分はグラタンが好きです。だってわ、グラタンとかもいつぶりって感じで食べてない、ね、一人暮らししてるとグラタン食べる機会ないのかな。実家にいるときはたまに出てきてたんだけどさ、ね、だって大変そうだもん、グラタンって。でも多分作れるんだろうな。冬の好きな食べ物、うん、シチューとかめっちゃ冬だね。なんか全然冬じゃないんだけど、今年の舞台の稽古してた時にすっごいシチュー食べたい時あって、自分で作ったの、うん、すごい簡単。うん、カレーがシチュー版ってことだよね。元使ったからさ、全然そうだよね。そうできたんだけど、その元がまだ残ってたからさ、じゃあシチュー今年食べなきゃって思って。シチュー食べたい。そうそう、あんで美味しかったな。久々に食べたら美味しいよね、うん。あ、お鍋もいいけどね。お鍋は絶対的だね。鍋大好き。そんな難しくないって。そうなんだ。ホワイトシチューかビーフシチューかどっち派だって。ホワイト。ホワイトか。どっちも好きだな。うん、どっちも好きだよ。トマト鍋食べたことない。ないね、私もない。水炊きも食べたことないんだよね。水炊き、あ、しゃぶしゃぶね。あ、しゃぶしゃぶ最近食べたよ。いいな、しゃぶしゃぶいいね。ホワイトもちょっと時差あるね、これあ、豆乳鍋いいよね。豆乳、うん、いいよね。明太もつ鍋やばい。やっぱ明太ちょっと気になるな。うん、探してみよう、スーパー。お鍋食べたくなってきた。今週どっかでお鍋にしようかな。いいやん。でもね、何が、なんで自炊しないかってさ、うん、野菜切ったら虫が出てくるのがね。虫出てくるんだ。いや、あんまり自分では体験したことないんだけど、うん、実家にいた時にさ、うん、なんかそのイメージ、いや普通はあんま出てこないんだろうけど、うん、そこだけやっぱ印象に残ってるからさ、うん、あ、そういうことか。そう、ちっちゃい頃の記憶として、うん、なんか、やだ虫いたらって思って、ちょっと自分では処理できないからさ、うん、一人暮らしでね、それがちょっと ね、虫なんて出てこないよ。だって待って、たまにカエル出るって。出ません。嘘だよね、嘘だよね、だって嘘だよ。そうそうね、うん、何の野菜に入ってるのカエル、そういう嘘ついちゃダメだよ、ね、そういうの怖いから、そういうのダメだよ、うん、そう、逆にね、セミ、嘘だ嘘だ嘘、セミなんてもう入るわけないし。ないよね。そうだよね、さすがにね、うん、だからね、野菜切るのはちょっと怖いんだ。なるほど、キャベツとかね、なんかね、ね、止まってそうだもん。でも冬はそうだから、いなさそうじゃない？ああ、確かに。って思って、お鍋ありって思って。じゃあお鍋を食べましょう、いっぱい。食べましょう、お鍋。じゃあ何だろう。ね、4期生でロケとか全然もうしてない。したいな。みんなで自由にロケができるとしたら何をしたいですかって。バーベキューとかしたいね、普通に。したい。バーベキューしたいし、温泉旅行したいとかさ、なんかずっと行ってるけど、してないよね。なんか機会がないんじゃない？その誰かの卒業とか。そっか。ね、行きたいよね。でもだって最後に4期生でロケしたのってさ、セイラとユリちゃんね。セイラとユリちゃんね。なんかさ、お家でみたいなところでさ。
確かに。おにぎり食べたね。うん、食べた。あれが最後なんじゃない？確かに。なんかやりたいね。なんかやりたい。だってどんどんこれからさ、うん、いなくなっちゃうわけじゃん。もう今の全員がいるっていうのはさ、うん、ね、今しかないからね。貴重だよね。なんかね、いろいろしておきたいなと思うよね。うん、モルックとかさ、したよね。あー痛い。懐かしい。懐かしい。乃木坂楽しかったよね。楽しかった。なんか楽しかったな。バッティングセンターとか行ったね。懐かしい。え、楽しかったね。青春って感じがしてたよね。あの時の制服懐かしいね。うん、覚えてるもん、ね、すごい制服がパッて出てきた。うわ、4番目流れてるね。ほんとだ。あと4日ぐらい ?3日、12月3日まで。さすがにもうちょいあるか。今日27とか。あ、27か。1週間ないぐらいか。6周年。え、なんかしたい。6周年みんなで。なんかしたいよね。でもみんな、どんなモチベ？みんな、もうしばらく会ってないからさ。うん、確かにそうだよね。みんなどんな感じなの？今？うん。どんな感じなんだろうね。みんな、元気？元気だよ。そっか、全クライブで久々に会って、うん、え、元気？そっちの。あ、うん、元気元気。そう、アンダラ終わって、でも本当こんな感じだよね。会わないよね。そうだね。ね、寂しいけど。12月は大感謝祭があるね。そうだね。なんか何やるんだろうね。ね、本当にまだ、そう、何も知らないから。何も知らない。楽しみだな。なんかもう全部読んだ気持ちでいる。え、うん、なんか閉じちゃった私も。え、じゃあコメントの方、質問に、うん、コメント見よう。ね、5分だって残り。了解です。質問。チケット当たりませんでした。あ、ミーグリとかでもさ、ね、外れたっていう人たくさん。幕張だっけ。そうだね。嬉しい。紅白楽しみだった。ありがとうございます。わあ、何の曲やるんだよね。皆さんの予想は何なの今年。確かに何も想像つかないけど、何予想なの皆さん。なんでしょう。ドキドキするよね。ね、何の曲なんだろうってね。何を読むの。モノポ。モノポか。モノポ。歩道橋とモノポリが多い。え、あれ去年だよね。じゃないよね。去年の年末じゃない。去年の年末。冬のイメージ。カウントダウン TV で年始のやったもん。なんかここにはないものってさ、一昨年の冬、うん、もうだよ ね、 かね。なんか時の流れがさ、よくわかんないんだけど。ちょっと早いね。あれ今年なんだみたいなのもあるしさ、ね、もう2年かみたいなのもあったりして。そうだね。私のお正月、お正月何してたっけ。ロンドンか。あ、そう、ロンドン。お正月も海外旅行行ったのがさ、なんか今年のように感じられなくてさ。確かに去年の海外旅行とかも、去年だっけってなるし、ずいぶん昔に感じるかも。全部なんか不思議。不思議だね。お掃除しますか。だってね、大掃除する。いつも年末あのお母さんが来てくれて、あ、年末らへんに。いいね。12月に。やっぱ大掃除した方がいいよな。窓拭きとかしちゃおうかな。いいじゃん。窓掃除か。年末って感じするね。でもさ、普通にたまにやらない、その大掛かりの掃除。窓拭きはまあたまにやるけども、1年にここの今までのこの12月11月末までで多分1回はやったと思う。へえ。なんかさ、そう、トイレ掃除、お風呂掃除とか一気にやんの。いや、なんか気がついた時に、うん、結構大掛かりにやるから。うーん、なんか大掃除っていう大掃除がないかもしれない。いいことだね。あ、そうなんだ、うん、こまめにやって。でも最近お洋服断捨離したかも。え、いいよね、断捨離。なんかすっきりするね。やっと。おせちは何が好き。何があ
ったっけ。私おせちね、何でも好きなんだよね。おせち好きだよ。おせち好き。おせち食べに実家帰りたいもん。何があったっけ。あの昆布のさ、うん、なんかあったね。あれも好きだし、うん、栗きんとん大好き。栗きんとん好きだわ。おせちいいね。やばい、お正月、もうお正月だよ。あ、お餅食べたいね。ね、あき、お、成人式はじゃあ今年ってこと？いや去年、去年、そうか、去年で、今年はレイとかのやつ、去年で、あやの、え、何月？1月の頭らへんにあるっけ、乃木神社の。あるのは1月の頭だね。じゃあいっぱい食べれないじゃん。毎日小分けにして食べればいいんじゃない？一気に食べないでさ。そうだね。うん、ちょっとずつ。なんかさ、最近2個下の子とさ、関わる機会が多くてさ。うん。あーも2個の、学年だと2個下じゃん。うん、でも年齢は1個しか変わんないじゃん。うん。なんか不思議なんだよね。そっか。そう、舞台で仲良くなったかも、2人とも2個下で。へぇ、一番上なんだ。そうなの。あと日向坂さんのさ、ひなのともよくご飯行くんだけど。え、そうなの。そう、2個下。確かにひなのちゃんは同い年だもんね、私と。そう、だからみんななんか周りが2個下が多くてさ、なんか変な感じ。お姉さんじゃん、ゆな。でも全然お姉さんしてないと思うんだけどね。でもその喋りやすい感じがいいんだよね。なんかそう、最近1個しか変わんないんだと思って。うん、わ、クリスマスケーキ何が好きだって。クリスマスケーキだったらショートケーキかな。へえ、クリスマスケーキ。なんかブッシュドノエルってさ、何あのあれってさ、これね、そう、あれって何なの。そっち系。そっか、そう。え、給食で出た。あった、クリスマスケーキさ、このちっちゃい箱に入ってさ、あれ好きだった。あれあったね、ブッシュドノエルあったもん。めっちゃさ、特別感あってさ、ね、なあなあ、給食、給食食べた。給食何が好きだった。給食食べた。給食別に嫌いなものなあったわ。あった。嫌いなものはあったんだけど、何好きだったかな。アセロラゼリー、ちょっと凍ってるぐらいの。懐かしい。七夕ゼリーとか、あのゼリー大好きだった。好き、懐かしい。え、お米のタルトとか出た。なんか知ってるかも。お米のタルト出てきたよね。え、なんかさ、うん、クレープ。あ、私それね、固まれたクレープないのよ。ないんだ、うん、あれみかんのやつ美味しかったよ。クレープ、へー、固まれたなんか平べったいクレープ。米粉パンも好きだった。いや、知らない、米粉パン。パンいいね。揚げパン出てきたよ。揚げパンね、出てこなかったうちの。そうなんだ。きなことかココアとか、うらやましい。はい、たくさん質問ありがとうございました。 ありがとうございました。そろそろエンディングのお時間。あら、そうです。今から感謝を込めて上位の方のお名前をお呼びしたいと思います。はい、はい。ランキング集計中。もう集計終わってるよね。終わった。これ一緒に読む。うん。10位、プッチンさん、ありがとうございます。9位、はるきさん、ありがとうございます。8位、カットボールを投げる鳥さん、ありがとうございます。7位、シャン君、ありがとうございます。6位、ゆうと、ありがとうございます。5位、けいご、ありがとうございます。4位、じゅんさん、ありがとうございます。なんでだろう、なんかあったね。3位、ななまるさん、ありがとうございます。2位、ゲイさん、ありがとうございます。1位、しんちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。ここで乃木坂46からお知らせです。はい、12月11日水曜日、乃木坂46 37枚目シングル歩道橋発売します。はい、はい、MV も公開されましたし。うん、皆さん、ぜひたくさんユニット曲とかもね、うん、楽しみにしててください。楽しみにしててください。次回の乃木坂ナンバーワンは、
12月4日水曜日の19時からの生配信の予定になります。次回のメンバーを追ってお知らせします。はい、また次回の配信を見逃さないためにも画面上のハートマークを押してこの番組をフォローしてください。はい、フォローするとショールームアプリをインストールしているスマートフォンに番組開始と同時にお知らせがいきます。はい、配信終了まで残り5分。5分コメントでも読みますか。読みましょう。12月4日か。何が今次回あ12月4日3日でしょ。私たちのあれがそうだよ。入らないかなここにみんな。みんな確かに呼べないか。場所変えたらいけんじゃん。いけるかな。なんかみんな昔さ大人数でやってたよね。やってたやってた。できるよじゃあいいか。やめた。確かに水曜日ね。ねえいいよね。お祝い6周年したいよね。6周年でだってもうさ小学校卒業だよ。そうなんだよね。もうすぐ中学生だよ。だっていやすごいよね。6年だよ小学校過ごしたんだ。そりゃ大人になるよ。なるよ。うん小石あげるからスクショタイムしてるいいよいいよ特別ね。今何のポーズが流行りなんだろう。わかんないよ。何なの今。何だろうね今。何が何だろう。流行りのポーズとかあるの。教えて教えて教えて。すごい合同オーディション組でライブしようだって。あのさそれこの前ひなのと話すってさ、なんかせっかくさその他のグループにも同期がいるんだったらさなんかできるじゃんって。確かにね。なんかしたいよねって話してたの。確かに寄るとね。なんかねイベントとかできたらいいね。チートデイポーズ。こっちこうですね。ですか。じゃん。何が流行り、ね、手裏剣のポーズって何。これかな。どんなのか指ハートになっちゃう、はい、ね落とし物のさ、にサビのさ最後のさ、みんなで拾うやつあるじゃん。 あれめっちゃ好きなんだよね。なんでそこ、あれめっちゃ好き。え拾うところが、なんで。なんかいい、人それぞれじゃん。人それぞれなんか個性が見応えあるよね、見応えある。そのミニライブの時にさ、理科の、がすごいさ目に入ってさ、もうすごいの理科。なんかこうやってなんかやんの。あ拾った後にこうやって。へなんかねいいんだよね。そう確かに人それぞれ。それやんないな私。え何や。えもう拾ってずっとこの宝物見てる。あそれもいいね。で振り返るそのままっていう。いやいいねいいね。そっか確かにみんなね違うか。そう、そういうところみんな楽しいよねライブとかさ。楽しい楽しい。いいですね。理科が喜んじゃうだって。あ喜んで残念。あと2分。あと2分。手裏剣はエモい。エモいのかな。エモい。一番最初にいただいた曲だよね。そう一番最初。いつかもうフルでやる機会とかないのかな2番。ねえ。ちょっと2番思い出そうよ。え覚えてる皆さん。ちなみに2番さなんか特徴的なさ。あ待ってあれ2番かな。あのさ後ろから一人一人さ出ていくやつ。何それ。えなんかカッキーが行ってヤヤメンが行ってみたいなのがこうやってなっていくやつ。え何それ。サクってこうやってこうやって。えあのさ縦1列からこうやってさ前に出るやつあれ。え斜めめっちゃ斜めつくのはあれ何これかも。待って思い出したよ。待って懐かしい。斜めのやつか。手裏剣作ったよね。やった。こうバッテン。そう。えこれみんな知ってる？知ってるよね。やば思い出した。これ振り入れした時のことも思い出してる。うん思い出してる今。あそこでやったね。あのあそこでやったね。一回しか行ったことないねあそこ。はーい。あよかった最後に思い出して。よかったすっきり。そうだそうだ。はい。あ
終わりの時間みたいなので、はいはい、見に来てくださった皆さんありがとうございます。残念ですがそろそろお時間みたいです、はい、またお会いできるのを楽しみにしてます。以上乃木坂46の柴田優奈と筒井あゆめでした。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。